プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。はい、じゃあ今日もいつも通りプロセカを遊んでいこうと思います。今日何の曲やろうかな。あのね、やりたい曲はめちゃくちゃあるんだよねめちゃくちゃあるんだけど、どうしようかな。ちょっと気になってる曲はもう何曲もあるんだけど、このトラフィックジャムって曲がすごい気になってて、この画面で聴いてたらラップパートみたいのがあって、それがすごいかっこよかったんだよね。この後ここめちゃくちゃかっこよくない？ちょっとやろう。痛み分けなどしない、チューチュー、トラフィックジャム、交通渋滞、日本語訳するとどんな譜面なんだろう、どんな曲なんだろう。どっちかというと一応原曲 MV にしました。なんか心拍数みたいな、なんか結構変わってるね。テケテケテテテテテテレレテレテテテ、カラクリ人形が踊ってそうな、かっこいい。後ろの赤い点滅がミスかと思ったわ。あ、ミスってるわ。違うわ、ちゃんと僕がミスってるわ。かっこいい。サビはどこだ、この後か。かっこいい。うわー、かっこいい。後ろのなんか横ステップダンスみたいなのかっこいい。僕がやりそうな動き、この後この後かっけー。僕が歌ったらものすごいダサくなりそう。なんでラップってさ、歌うとかっこよくなる人がいるんだろうね。僕には理解できないわ。お、天井、あ、かっけ、めっちゃかっこいいな。かっけ。このさ、男性も女性もさ、なんかどっちもすごいかっこいい寄りの声で歌ってるのがめちゃくちゃある。小羽ちゃんの声もさ、可愛いんだけど、なんか可愛いけどかっこいいみたいな、わかるっしょこの感じ。いや、すげえいい曲だった。てかかっこいい曲だった。ひたすらあのラップ部分ちょっと僕もやってみたいな。さあ、いつもレッテケレッテケみたいな。最高のショーだったろ別にバカにしてるわけじゃないからね。あ、これあれだな、え、オールパーフェクトちょっといけそうだな。あー、いいなこれ。え、これってさ、もともとボカロ、それともプロセカのために書かれたのかな、どうなんだろう。あ、これ気に合った。 ID スマイル、ちょっとやろう。で、このままでタダラテレレテテレ、あのカーソル合わせると曲が流れるじゃん。そこでちょっとすでに覚えたっていうね。てててれててれ、交わる線と線聞かず、マジでいい声、本当に大好きなあれこれそれ、そう言ったってこのピンク髪の子。あ、待て、これめっちゃ好み。マジでいい曲じゃないこれ。あ、いいね。
やべ、あぶね。いや、めちゃくちゃ聞き入っちゃうんだけど。マジでピンクの子の名前覚えよう。うわ、今んとこここマスターでどんな譜面になってんだろうな。めっちゃいい。うわぁ、ちょっと待って、この曲マジで好き。すげえ好みな曲見つけちゃったわ。うわ、めっちゃ好きこの曲。どなた作ったの？最高です。あー、フロム東京気になってんだよな。ってこの曲も気になってんだよな。あ、待って、原点回帰する。めちゃくちゃ原点回帰するっていうのもあり。ミックミックにしてどうしよう。これいいな、メルティーランドナイトメアって曲。これはモアジャンか。あ、てかモモジャンらしいね、正式な略称って。これいいな。春巻ごはんさん、やべ、腹減ってきた。もう始めて1ヶ月経つんだけどさ、どんどん好きな曲増えてくね。めちゃくちゃ多いわ、本当に好きな曲が。なんかなんとなくさ、ももじゃんってこう最初はキャピキャピしてる印象あったけど、こういうちょっとかっこいい系の曲の歌もう歌うんだね。かっこいい曲、かっこいい系の曲っていう言い方合ってんのかな。え、でもかっこいい、普通に合うし。でも 3DMV 見るとちゃんとアイドルなんだよな。あぶね。ミクかわいい。今ももちゃんはみのりちゃんとあいりちゃんしかちゃんと覚えてないから、これからどんどん覚えていこう。いいね、サビ。でもやっぱこう見ると本当にアイドルだね。うえ、ミスった今。音ゲーあるある、今のミスったみたいな。でちょっと首かしげんの、めちゃくちゃあるある。いい曲だった、かっこよかったね。でもなんか 3DMV 見るとちゃんとアイドルしてるっていう。もうくそ、ウルコンできたよ。っていうかオールパーフェクトいけたな。原点回帰します。してあげる歌はまだれてれてれてれ。僕初めて聞いたボカロ曲はこれだと思う。間違いなくこれだと思う。一番初めに聞いたボカロ曲。もうね、衝撃だったのよ。なんか、
歌わせることができるらしいみたいなそれがね衝撃だったのよ本当に。あとね僕なんかその初音ミクっていうのがね、なんかミクシーのつながりの何かかと思ってたの。ミクシーみたいな、今ネギの形してたな。あのね早くドゥ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 出てよドゥ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 ミックミックにしてあげる。しかもさこの頃さまだその他の曲を人が歌ってみたいな文化ってなかったからさ、本当にミクが歌ってたのを聞くしかなかった気がする。確かね、めちゃくちゃ懐かしい。ミックミックにしてやるよ。で当時高校生だったから、でニコニコ動画が流行ってたわけよ学校で。で学校に行ったら昨日のランキング見たみたいな、友達と話すわけよ。全然見てるじゃん僕、どうしたん。あのボカロ曲良かったよねみたいな話を学校でするわけよ。すげえ懐かしい。そういう頃を思い出せる曲だねこのミクミクにしてあげるは。懐かしかった。こんなミスると思わなかったわ。次も頑張ろう頑張ります。次は頑張ります。なんかね、そうコメントでいただいたんですけど、虹色ストーリーズがオースタープロジェクトさんなんですよみたいな聞いたんで、やりたいけど次にちょっとこう、ポジティブダンスタイムやりたいんだよな。やるか。ダンス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 、この感じすごい好き。ダンス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 、アニメのオープニングみたいな。ダンス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 。木下さんの曲って今度入るんだよね確か。いいね、いいね、アニメオープニングみたい。これちょっと MV ください、運営さん。あぶね、え、このノリノリ感すげえ好き。これマスター難しそう。え、ちょっとこれでアニメ展開しません？高音綺麗すぎる。ワンダホーイ！やべ、あぶね。Mちゃんの元気さがね、いいんだよね。しかもこの曲に合うね。いいね、今のとこ好き。アニメオープニング感がマジで強い。あぶね、あーマジでくそ、ちょっとフルコン狙ってたのに。後ろではいはいはいって言ってるのがいい。いやーすげえ好み。ちょっと MV ください本当に。ダメですか運営さん。ちょっとこれのマスターは今度やろう。僕さ絶対グレートの数減ってきてるよな。いいねいいね、精度上がってきてんね。一応判定はプラマイゼロでやってるんですけど、調整した方がいいのかな。じゃああれに挑戦しますか。あれにこれじゃあこれのエキスパートやってマスターやって今日は終わります。絶対やべえだろ激勝。結構序盤の方に見つけてたんだけど、やべえだろうなと思って逃げてたわ正直な話をすると。プロジェクトディーバっていう音ゲーだと相当難かった記憶があるけど、僕
僕劇場出た頃もうあんまやってなかったんだよな。真剣にやろう。これねマジで早いのよ曲が。なんならもうエキスパート初見フルコン狙いぐらいでいこう。多分ね、これ初めて聴く人にとってはあれ、そんなに難しくなくないですかみたいな思うかもしんないんだけど、まだこれ多分本番じゃないと思うんだよね。サビからだと思うんだよ。この後だと思う。多分この後やべ、ずれた。嘘、ずれた。ごめんなさい、ずれました。あ、待って待って、めっちゃずれるじゃん。嘘。え、待って、ちょっと音ゲーガチ勢としてちょっと今のやり直したい。やり直して。この後まあ。やべえな、最後何個出た？結構出たんだよ、前半8個は出た気がすんな。いや、ちょっとやり直しになっちゃったけども、そう、コメントでもらってたんですけど、なんか携帯ってかスマホの音ゲー初心者の割に上達早くないですかみたいな、なんかちょっと自信なくなっちゃいましたみたいな話がちらほら見かけるんだけど、コメントで。僕もともとゲーセンの音ゲーガチ勢で、あ、よっしゃ、出た、マスター出た。ポップミュージックっていう音ゲーで全国2、30位ぐらい取ってた時代もあったので、だから多分成長が早いんだと思います。音ゲー慣れ自体はめちゃくちゃしてるからね。よし、じゃあマスター挑んで終わりましょう。どうしよう、クリアしちゃったら。まあ33だよな、レベル。そうだよな、もう何言ってるかわかんねえもんな、歌。デレ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 。よし、コンティニュー禁止で行きます。細くないの、オツ。
難所まで行きたい。いや、クリアする。なんじゃこりゃ。